YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。桃田健と新事実で嘘発覚。違法スロット店。バドミントンの桃田健斗選手や田子健一選手らが違法スロット店でも賭博をしていたことが分かった。 NTT 東日本所属の桃田健斗選手や田子健一選手ら8人が違法カジノで賭博をしていた問題では、桃田選手は日本バドミントン協会から無期限の競技会出場停止処分を受け、リオデジャネイロオリンピックの出場がなくなるなど、それぞれに処分が下っている。その後の NTT 東日本の調査で、桃田選手や田子選手ら7人はカジノ賭博と同時期の2014年から去年にかけて、都内にある別の違法スロット店でも賭博を行っていたことが新たに分かった。桃田選手は5回程度通い、十数万円の負け。田子選手は20回程度通い、約50万円負けていたという。また、謝罪会見で、桃田選手は違法カジノには、すべて田子選手に誘われていたと説明していたが、飲食店従業員の女性と2人で行ったことがあることも分かった。日本バドミントン協会、違う店に行ったという報道もあるので、NTT に確認を取ります。バドミントン協会は、現時点で処分に変更はないが、事案の大きさによっては再処分も検討すると述べている。みんなの声。残念だが東京もアウト。残念だけど永久追放した上で NTT 東日本を懲戒解雇が妥当。今までの成績を見て多めに見ていたけど、ここまでのめり込んでたら構成も難しいし、オリンピックでいい成果を残しても国の恥をさらしてるのと同じ。きっかけは先輩かもしれないけど、こりゃ相当悪だわ。会見見たけど、桃田って反省してるように見えないわ。どんどん出てくる。やっぱ桃田も解雇でしょ。桃田の俺は連れて行かれただけ感がすごくて嫌悪感がすごい。性格がにじみ出てた会見でしたよ。ある意味田子より悪質かも。全部暴いた方がいいです。永久追放に。それを見て国から予算をもらって競技をすることがどういうことか、スポーツ選手たちは考えてほしい。今後はきっと女性スキャンダルがポロポロ出てくるような気がする。 NTT は早かれ遅かれ解雇をすることになるかもね。後から出てきた事実ほど印象の悪いものはない。大人たちがかばいたくなるのはわかるが、今ここでゆるくゆるく見逃してしまったら、この子の後の人生は悲惨なものになる。特別扱いを当然だと思って大人になってしまったスポーツ選手の悲劇はもう見たくない。スポーツ選手としてではなく一般人として更生させるには厳しい処分をした方がいい。かなりヤバい世界に入り込んでいるから。なんちゅう詰めの甘い記事。違法店5回行って負けが10万のはずがない。残念だけどもうかばいきれないみたい。あまりにも脇が甘かったね。もったいないね。バドの星だったね。もうさようならでいいんじゃないか。十分税金で楽しんだし、これで田子に連れて行かれただけじゃなく常習者として認定されたんじゃない。裏カジノと闇スロットのイエロー2枚でレッドカードじゃないの。完全にアウト。首決定。はい、さよなら。
最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。